ようこそスターフォースの世界へ。皆さんこんにちは、新龍です。今回もね、スターフォース4総集編ということでね、やっていきましょう。今回の総集編はね、7月24日、おそらくこの編集で最後になるんじゃないかなと思います。はい、前回ね、ワールドブリーダーズカップダートで出走しまして、2着という結果でした。ということでね、まあ本当だったらね、ここで下げたい感もあるんですけども、悩みに悩んだ結果、まあとりあえずもう一回出しとこうとね。はい、私チキンでございますからね、基本8000から10000ぐらいで下げたい派でございます。まあ例えばスカイタークとかね、まあ変な話、 S まで行けるようになって S で、まあ、3着に入ってるんであれば、まあ素質使い倒してもいいかなとは思うんですけども、まだちょっとね、伝説序章は今日まだ今回のスターフォース4ではまだ1回も引いてないので、まあ、それを考えるとまだちょっとチキンな動きしかできない感じですね。まあ素質を貯めつつワールド S 行くみたいな感じになっております。はい、ということでね、S の前哨戦であるワールドブリーダーズカップアイスから、スタートしていきたいと思います。はい、では動画本編行ってみましょう。今日6時間やってオカピーしか掲示板外してないっていうのが本当怖いんだよ。 5.2 倍、なんで、あーでも前の方が強いのか。あ、でもこの若い人っていう人が強そうですね。これ全部かけたよね。1、2、3、4。そう、今のうち謝っときます。はい、店舗の皆さんごめんなさい。ヤングさん、ジャックさん、ティアラさん、ピアモンさん、ごめんなさい、やめておきます。何色ですか？はい、赤。あ、うわ、緑だ、やばい。緑か、でもまあ、黄色よりかは1着のこの確率は高いけどね。緑はやばいって、本当に。あ、ごめん、結婚式あるか見てなかったわ。あとは氷像、あれか、像とか氷の像があればね、ハイペースで流れてる。そしてその後ろからキングカメハメが外から一頭ストレートがある。サビだとコピーじっくり上がってるけどね、その外折り合い取れてんのかな。さあ、サンモリッツ競馬場のスタンドから大歓声が上がります。ちょっと足色悪いな、そっから赤になってもらわないとね。じっくり上がってはいるけど、いやーやばいやばい、これ5着以内に沈むんじゃない。せめてまあでも5着以内入ったでしょ。1、2、3、4着、まあいい、うん、いい、 OKOK、 着が2沈むよりかはマシです。結局来たらキングカメハメハっていうね。そう、111人見てると、そう、見すぎ見すぎ。でもありがとう、嬉しいよ。結局オカルトペットしたせいで1着来ないっていうね。まあ3着は良かったけど、まあ4、5着でもまあまあまあいいでしょう。さあどうしよう今度ね。よかった、6着以下ならなくてよかった、本当に。これで一回海外かませなきゃいけなくなっちゃったから。ただもう何戦したんだこの子。力不足だったのかな。そう、まあまあの結果だった。まあ 1.5 前後は出るでしょ、下手したらもっとよく出ると思うけどね。あ、 1.7 なんだ。
古典いないのにね。残念だけど、やっぱワールド4着が痛かったか。3着だったら出たけどね。一番人気だって。ちょっと実況を上げときましょうか。さあ何色ですか。青、まあ、青は OK。 1倍だね。青は OK、 大丈夫。先頭に立つのは何か。先手を取って7番エイブルワン、その後ろでやりましょうか。ナタゴラ、赤、虹、青の順番いいかなって勝手に思ってる。スピリットデルベント、12番フラーカドアール、内を通りまして4番キップデビル、そして外からは。そうなんだよ、シンディの呪いがかけられない。そう、今回縦いないからね、呪いがかけられないんだよね。6番スーパーフォーネット、外を通りまして10番ラジュ、呪いがかけられないから自分の前に呪いがかかりそうだから、いや嫌な感じしかしないな。大丈夫か。下がって5番手、その外にスピリットデルベント、それからもう1頭11番パバユル。さあシャティン競馬場のスタンドから大歓声。シャティン短いけど大丈夫かな。タツオカピーはしんがりだ。これが割ってこれるのかどうか。割ってこれないだろう。外を通ってドババ。ついに着外の順番がオカピー回ってきたから。先頭はアルマダ。割れたら割れたらでベネックスの馬券組が大喜びするんだけど。タツオカピー14番アルマダ、ナタグラが2番手アルマダ。間に合わないよ。5番ナタグラ。間に合わないよ。嫌な予感しかしない。ああマジか、辛いな。ああ5着か。1,2,3,4,5。 あ、だからあれだね、我がフェニックスの馬券組は喜ぶんじゃない。誰かウルティマ取ってんじゃないかな。あ、ウルティマ取らなかったね。1,10,100,1,000,万,10万、いわゆる11万枚だね。あ、でも上が荒れてないね、そんなに。これが6着以下だったらマジでヤバかった。ほんと首の皮1枚だよ。力不足だったのかな。そうだね、明日はクイーンエリザベスとかそこら辺だね。でそうすると多分8戦目に迎えるから、1,2,3,4,5,6,7、その後次8戦目だね。だから次のレースに2着以内取れるんであればそこで下げよう。はい、ということでね、香港マイルは5着という結果でした。まあ私的には良かったんじゃないって思いますね。まあ、中にはね、4、5着じゃダメだよ、3着以内じゃなきゃダメだっていうかもしれないんですけども、まあ確かに一理あります。3着以内取ると次のレースはおそらく、まあオッズ良くなるはずなんでね。4、5着だと、まあそんなにオッズ変わらず次出てこれるかなぐらいですね。私結構5着ぐらい何回か取って海外出しても、1万2000か1万5000万のレース出してそんなにオッズ変わらなかったので、あ、ただ、もともと賞金が上がっているので、オッズ、多少は悪化するんですけども、そこまでオッズはめちゃくちゃ下がったってことはなかったので、まあ、うん、もともとスターフォース4のコンセプトであった、掲示板内を確保を目指すっていうのにだんだん準じてるんじゃないかのかなと私思っております。まあ、これはもともとね、アップデ前からでも感じてはいたものの、まあ、今回のアップデ後一番重要なのは、やっぱり適正ですよね。これは、やはり最初の開発だよりにも書いてあった通り、今回のスターフォース4は適正が重要ですって言ったものの、アップデ前だと結構怪物系の馬になってくる、怪物サラ系の馬になってくるともう大体走れちゃったんですよね。B ダート B プラとかは A、 例えばもうもしくは芝 A ダート A、 もう両方とも AA ぐらいで生まれてきたりとかね、もともと最初からですよ、はい、今となってはね、ひどい時って言い方もおかしいですけどね、ツイッターで見るとき、序章の馬がダート C で生まれてくるとかあったりするんで、まあ、それを見てみると、まあ、確かに本物の競馬には近づいてきたんじゃないのかなと思います。芝 A、ダート C みたいなね、ダートは走れないけど芝は爆走するよみたいな、まあ、それはそれで面白いんじゃないのかなって私、思っております。結構現実競馬っぽくなってきましたしね。だって5着以内で賞金もらえるんですし。ということでね、今後のスターフォース4に期待したいと思います。あとはあれですかね、ツイッターとかで最近、ま、中の開発スタッフ少し、あれ、編成変えたんですかねって思うぐらい、まあ、だんだん運営もね、このスターフォースプレイヤーに寄り添ってくれるようになったんでね、すごい期待したいかなと私、本当に思っております。なんか本当、最近、ガラッと変わってきたなって印象になっておりますね。うん、まあ、今までのスタッフさんがダメだった
ってわけではなくもなくもないんですけども、ちょっと私ね、彼らの発言じゃあんまりちょっと、難しい事情で言えないんですけども、まあ少なくてもだん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 開発スタッフもね良くなってきたんでね、今後のスターフォース4に期待したいと思います。はい、ちょっと最後にちょっと長くベラベラ喋ってしまいましたけど、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。で、よかったら次回も見てください。